アルマトイはカザフスタンの南東部にある都市。人口153万人でカザフスタン最大の都市である。同国における経済、教育、文化の中心地であり、南の首都とも呼ばれる。キルギス共和国及び中国との国境に近く、南に天山山脈を望む風光明媚な町として知られている。中央アジア最高水準の世界都市であり、 1998年まで同国の首都であった。2002年まではアルマトイ州の州都であったが、2003年に州都の地位をタルディコルガンに譲り、政令指定地区とされた。カザフ国立大学をはじめ多くの高等教育機関、政府機関などがある。1991年にソビエト連邦を解体し、独立国家共同体を指導した協定はここ。 アルマトイで調印された。戦闘後の現在でもアルマトイはカザフスタンで最大の都市であり、商工業、文化の中心都市である。アルマトイの街並み近代的な、アルマトイの街並み標高4979メートルのタルガルボン、日本語に広く定着している。アルマトイは、街の名前のキリル文字綴りをロシア語の日本語転写の慣例によって、 カタカナに移した場合、アルマトゥイとなるはずのものを、さらにトゥヨトイを問いに略したものである。カザフ語の発音に近いアルマトゥと書かれることもある。英語読みでアルマトゥとすることも。アルマトゥは1921年に現在のカザフスタンの前身である自治共和国が成立する前から町を指して使われていたカザフ語の名称であり、 19世紀にロシア人がこの地に進出した後も、カザフ族からはアルマトゥと呼ばれることが多かった。語源はリンゴの里であり、かつては町の近辺にリンゴ林が広がっていたが、現在は都市開発に伴ってリンゴの木は数を減らしている。かつて日本を含め国際的にはこの町はアルマートという名称で呼ばれていた。これはカザフ語ではなく、 ロシア語での故障で、ソ連時代に事実上の公式名称となっていたものである。アルマータは、カザフ語でアルマは、リンゴ、アタは、父を意味するため、リンゴの父を意味していた。町の元になったベールの栄養祭は、中世の土地を意味する言葉である。20世紀初頭に建立されたロシア正教会に、属する全国府教会。 木造の建築物として世界で2番目の高さを誇る全国境界アルマトイ郊外の山、コクトベには紀元前10世紀から紀元前9世紀のものと思われる青銅期時代の住居跡が存在する。アルマトイから東5 0トルに位置する一宿からは紀元前5世紀から紀元前4世紀頃と推定されるサカ族の遺跡が発掘され、 独自の文字が刻まれた銀製のカップが出土した。一宿のほかアルマトイ近郊には発掘調査が行われていない、坂の遺跡が多く存在する。中世にはシルクロードの天山北路のオアシスとして交易が行われていた。アルマトイ近郊では10世紀から13世紀のものと思われる遺跡からは、タンドリ、焼きレンガ、貨幣が発掘された。 出土した貨幣の表面にはアルマトゥの名前が刻まれていた。13世紀のモンゴル帝国の中央アジア遠征の後、アルマトイの名前は多くの人から忘れ去られた。1730年にはアブルハイルが率いるカザフ族の連合軍がアルマトイ北西のアニュラ海山で構想を繰り返していたジュンガルを撃破する。1854年、シベリアコサックが 天山山脈のふもとに要塞を建設し、ザイリースキーと呼んだ。やがて、要塞は、ベールノエの名前で呼ばれるようになった。ベールノエは、ビシュケクタシュケント方面への遠征の拠点とされ、1859年に、初めて地図上に、名前が記された。1867年に、要塞は、ベールヌイ氏と改められて、セミレチエ州の州都に定められる。 ステップ上に位置する立地、当時の不安定な中央アジア情勢のため、ロシア帝国の統治下で秩序が保たれていたベールヌイには多くの民族が移住した。ベールヌイに移住した人間はボリショイアルマト川沿いに出身地域ごとに集落を形成した。1880年代のアルマトイは、60年代にロシア人移民が居住する要塞周辺の旧地区、70年代以降に、 建設された新規の移民の居住地であるシンベールヌイク、カザフ族などのヒロシア人が居住する郊外の地区の3つに分かれていた。1887年と1910年の大地震でベールヌイは壊滅するが人々は町を再建した。2度の大地震の後に5番目上の市街地が整備され始める。1918年3月にアルマトイに ソビエト政権が樹立する。1921年、町は特産品のリンゴにちなんだ名前のアルマータに解消される。1928年、清掃に敗れたレフトロツキーが追放され滞在した。1929年、カザフジチソビエト社会主義共和国の首都が崩れるだから、この地に移される。1930年、 トルキスタンシベリア鉄道とトルキスタンシベリア道路、さらにアルマータ空港が完成し、カザフスタンの中心地に発展していく。木造の平屋が多く建っていた街に、鉄筋コンクリートの建物が現れ始める。ソビエト政権時代、街の通りにはレーニンなどの社会主義を象徴する、名前やジャンブル、アバイなどのカザフ族の偉人の名前が付けられた。都市の中心部には、 政府関係の建物だけでなく、オペラ劇場やコンサートホールなどの文化施設が建設された。第二次世界大戦中、アルマータには戦火を逃れるために、工場や病院、大学、映画撮影所などがヨーロッパ・ロシアから続々と疎開してきた。ソ連の映画撮影所モスフィルムとレンフィルムが移転した、アルマータに中央合同劇映画製作所が発足、当時のソ連製映画の 約8割がアルマータで制作された。アルマータで映画技法を学んだ人物の中から中央アジアの映画界で活躍する人材が多く現れた。戦後には日本兵捕虜の収容所が設置され科学アカデミーや発電所の建設に刺激された。市内には日本兵捕虜が葬られた墓地が3カ所存在する。 1960年から1986年までのディンムハーメットコナイフがカザフスタン共産党中央委員会第一書記を務めていた時代、町の景観が整備される1974年3月15日にはアルマトイで諸女地開拓20周年記念式典が開催。ブレジネフ書記長が直々に訪れた。1978年には プライマリヘルスケアに関する会議が開催され、アルマータ宣言が採択された。1986年、ミハイル・ゴルバチョフは、コナイフを、カザフ島、第一初期から解任し、公認に、ロシア人のゲンナジー・コルビンを選出した。第一初期は、共和国の基幹民族出身者から選出する、観光に反する上、カザフスタンと全くつながりのないコルビンの起用は、 カザフスタンの学生たちの反発を招いた。このため、1986年12月17日朝から12月18日夜にかけて大規模なカザフ人暴動が発生した。1991年より、アルマータは旧ソビエト連邦から独立したカザフスタン共和国の首都に定められ、1993年にアルマトイに名称を統一した。 1997年、ヌルスルタン・ナザルバイフは首都をアクモラに移すことを決定し、翌1998年1月にントが行われた。天山山脈の死脈であるイディアラタウ山脈の北陸に位置する。都心部は標高750メートルから900メートルの高地に位置し、町全体が傾斜している。町の郊外には、 下水が整備されていない平屋が立ち並ぶ貧しい地方出身者の居住区が存在する一方山独には富裕層の邸宅が多く立つアルマトイは複数海大地震に見舞われておりアスタナエセントされた理由の一つに地震の危険性があった地震への対策から高層建築物の建設は制限されているがそのために都市の景観が保たれている一面もある気候は 大陸製で、夏は暑く冬は寒い。南方4000メートル級の天山山脈が占めるため、山岳気候の影響も強く受ける。1月の平均気温はマイナス4.7度とそれほど低くはないが、最低気温はマイナス20度を下回ることも珍しく、なく、降雪量も多くなる。7月の平均気温は23.8度と高く、 日中は年間平均で30度を超す真夏日となることが36日もあり、時に35度を超すことも珍しくないが、朝晩は涼しく、湿気も少ないので、蒸し暑さとは無縁である。また市内でも北から南にかけて、標高600メートルから1200メートルに市街地が広がっているため、気温、気候などに違いがある。層土壌と豊富な雨量のため、 多くの植物が生い茂っている。2018年度の調査では、雨季の結果となった。首都ヌルスルタンに比べると、ロシア人が占める割合が多くなっているほか、ウイグル人や朝鮮系の高来人も多くなっているなど、多民族都市である。ロシア人の割合は低下しており1989年には6割近くに達していたが、2018年には26%にまで低下した。 一方、カザフ人は6割近くを占めるようになった。それでも、ロシア人人口は46万人に達し、旧ソ連では、ロシア、ウクライナ以外の都市では、最大の数となっている。1989年に、ソビエト連邦が行った調査では、アルマータの人口は107万1900人で、あり、カザフスタン独立後の1999年に、 実施された調査では1129,400人に増加した結果が報告された。7地区からなる。ソビエト連邦から独立した中央アジアの国家の中で、アルマトイは最も経済的に発展した都市である。アルマトイの前身であるベールの絵師の建設当初、住民の大部分は農業に従事しており、工業は発達していなかった。ソビエト連邦時代にシベリアと、 中央アジアが鉄道で結ばれると、アルマトイは、植民、商業都市としての性質だけでなく、工業都市としての性格も持ち始める。ノボシビルスクとタシケントを結ぶ、トルキスタンシベリア鉄道の開通により、機械製造業と食品工業が発達した。1919年のアルマトイの労働者の数は365人だったが、1968年には10万4000人に、 した旧ソ連時代は食品工業と軽工業がアルマトイの中心産業だった。1993年にはフィリップ・モリス社がアルマトタバコ工場を買収した。カザフスタンの石油生産量が増加した2003年以後アルマトイは経済的な恩恵を受ける。街にはトルコ資本、ロシア資本の大規模な小売商店が進出し、 欧米資本のファッションブランド店も出現した。市内のスーパーにはトルコ製品、バザールには中国製品が多く流通するようになる。しかし、富裕層に含まれない一般市民は恩恵に預かれず、物価の上昇と公共料金の値上げに苦しんでいる。また、経済発展とともに環境問題も表面化した。特に自動車の排気ガスによる大気汚染が問題となっており、 市当局は地下鉄の設置などの対策を講じているが成果は現れていない。アルマトイにはカザフ国立大学をはじめカザフスタンの高等教育機関と研究施設が集中している。教育科学省の管轄下に置かれている研究所群は学術活動の中心でエジプトの援助によって設立されたイスラーム大学も存在する。カザフスタンの三大図書館である。 国立公共図書館、カザフスタン科学技術図書館、カザフ科学アカデミー中央図書館が置かれている。人材不足などの理由で、町の医療は発達しているとは言い難い。アルマトイセントラルスタジアムバルイアン初楽、スポーツ宮殿、メデオスケートリンクチンブラックスキー場、スンカルスキージャンプ場 FC カイラとアルマトイトクスカ、アルマトイの2つのサッカークラブが、アルマトイをホームタウンとしている。 また、2005年に、同国発の男性プロゴルファーのトーナメント、カザフスタンオープンが同地で開催され、以降は同国におけるプロゴルファーのメッカとして重要視されている。1996年に、カザフスタンの企業と日本の商社の合弁でヌるたう、ゴルフクラブが開設された。2006年には2つ目のゴルフ場として、ジャイラウゴルフクラブがオープンした。 アイスホッケークラブである HC アルマトイがアルマトイを拠点としている。中心部から1 5トルバスで20分ほどのアルマトイ郊外のメデオ、スケートリンクでは標高1 6 9 1ルと世界最高所の高地にあるリンクのため多くの世界記録が生まれた。そのため、かつては世界記録の工場として有名だった。 メデオスケートリンクの上の標高2200メートルには、スキーリフトを使えば、標高3200メートルまで行ける、チェンブラクスキー場があるなど、いずれも、市街地から15から25キロメートル範囲、バスで20から30分前後と恵まれた立地にある、ことから、ウィンタースポーツが盛んである。また、市内には、アイスホッケーを格とした、 複合屋内スポーツ施設のアルマトイアイスパレスの建設が進められている。同都市は2014年冬季オリンピック開催に立候補していたが落選。2011年にはアジア冬季競技大会が開催された。アジア冬季競技大会の開催に伴ってアルマトイに国際スキージャンプコンプレックス、クロスカントリースキーバイアスロンコンプレックスが建設されている。 2022年冬季オリンピックにも開催地として立候補したが最終選考で北京に敗れた。2017年には冬季ユニバーシアードが開催された。バンディ、編集アルマトイには国際バンディ連盟のアジア事務局が設置されている。かつて存在したバンディのチームであるディナモアルマータは1977年と1990年のソビエト選手権。 1978年のヨーロピアンカップを制したディナモの本拠地であったメデオスケートリンクは2011年アジア冬季競技大会でバンディの競技会場として使用された2012年にカザフスタンで開催されたバンディ世界選手権ではメデオがメインの競技場に選ばれ大会のためにアルマトイセントラルスタジアムに建設された代替のフィールドが 第二競技場とされた。市街の中心部には、オフィス、銀行、ホテル、ショッピングモール、カフェ、映画館といった新しい建築物が建つ。アルマトイには、歴史的な建造物の遺跡は存在しないが、ヨーロッパ風の街角が多く残る。また、ソ連時代の伝統を引き継いで、オペラ、バレエ、コンサートなどの文化的な催し物が劇場で上演されている。 ハイアットリージェンシー系列のラハット、パラス、インターコンチネンタルなどのホテルが営業している。国家中央博物館で展示されている黄金人間のレプリカ。アルマトイ郊外では新車を購入する経済的な余裕がない人間のための中古車を扱うバザールが開かれている。自動車の排気ガスによる大気汚染はアルマトイを悩ませている。また渋滞も頻発しており、 駐車場が少ないために、路上駐車が横行していること、低速度で走行中に故障が起きやすい、旧型車が大廃棄量の新車と並走していることなどが発生の原因として挙げられる。2005年には交通事故の増加を防ぐために、市当局が右ハンドル車の新規登録を停止することを発表したが、右ハンドル車の所有者やディーラーの反対にあって発表を撤回した。 アルマトイ地下鉄のアルマリー駅またソビエト連邦時代に運行を開始したアルマトイ市電が存在したが他の交通機関との競合によって次第に規模を縮小していき2015年を最後に無期限運休となった。ありがとうございます。